どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きやっていきましょう。100万トンのバラバラ、驚きと喜び、やっていきましょう。戦艦がすぐそこまで残さ、そこまで残されて5秒しかないってなんだよ。5秒、1、2、3、4、5、ゲームオーバー。そんなバカな話があったもんじゃねえ。まあ、やっていきましょう。そして動くか。おー、プロペラが回る。あ、2つだけじゃねえんだ、プロペラもっとあるわ。おー、おー、すげえ。おー、おー、想像以上にでかかった。あ、こんなにでかいんだ。おー、すごいすごいすごい、でか待って、思ったよりでかかったんだけど。おー、喜んでる。へえ、え、何、あら、急に来た。え、あ、戦艦が、え、なになになに、おお、どうした。おお、なんか操作してみた。なに、なんだその最終兵器みたいな。え、なに、おお、は、波動砲撃つのか、この戦艦は。ヤマトか、すげえ。おお、え、2機ともやっつけちゃったの。うわー、すげえ。え、なに、おいおい、後ろから来てんじゃん。あ、こいつ俺がやるわけか。確かに5秒しか、うわ、ジェット持ってねえか、こいつ。なんか今、後ろの方にジェットらしきものが見えたんだけど。だから早いのか。まずいな。気がつけば戦艦がすぐそこにいるぞ。ティトリー、え、メインウェポンのチャージがまだなの。そっちはティトリーたちでお願い。了解、こっちでぶっ壊しとくぜ。それにしてもすごいパワーだ。あのクラスを一撃で破壊しやがった。あ、まだ信じられないよ。もう一体厄介そうです。まあそうだね。5秒うまいこと停止させていかなきゃすぐゲームオーバー。上がりました。停止？どうやって？戦艦、のぼじるち。ああ、またなんか読みづらい名前のやつが出てきたな。5秒！あ、なるほどね。あの、時を止めるわけね。時々。で、あるいはなんか大きく切り離して、時間、なんだろう、機能停止を狙うか。その二択なんでしょうね。まずは5秒だから先に時止めないとダメだよ、これ。行きましょう。あー、でも、細いとこあるから、ストップウォッチかな。戦艦中でバンバンつけて、了解、行きましょう。まず時間止めて、で、足早く。で、ここ、おい、一応、よいしょ。戦艦停止、SOS、仲間を助ける。で、ここ切っておく。うい、切り込み入れるの大事。で、はい、SOS。あ、待って、待って。こんな時に構ってらんないんだな。ここも切って、おいって、よいしょ。で、よいしょ。ここも切り込み入れて、時間を止めると。さらにカット。うい、いいね。時間停止プラス8秒。結構いいじゃない。で、ここ、誰か助けに行っておこう。よいしょ。時間あるかな、助けに行く余裕。まだ一応10秒止めてはいられるんだけど、5秒しかないのきついな。残り10秒以内。いやー、待って、待って、敵邪魔、邪魔、邪魔。おっしゃ。どうだ、これで。おっしゃ、時間。戦艦停止プラス10秒。これいけるな、弾真っ二つ。一気に行くぞ。待って、ここ硬いところをきれいに。足りろ、頼むから。足りてくれ。どうだ、持つか、持つか。よし、いった。オッケー、14秒。足りた、足りた。ちょっと待って、タイム、タイム。この上は、あ、助かる。これがあったなら。危ねえ。うい、あー、危ない。ちょっと待って、味方死ぬ、死ぬ、死ぬ、殺されちゃう。あ、やっちゃった。ピヨング。違う。残り4秒で、ここ回復しの、やばい。あ、やばい、時間停止もうない。一気に行くか、これ。こりゃ、どうだ、どうだ、届け、届け、届け。あ、うわぁ、やっちまったよ。え、なんでまだ地中にいるの。大失敗。ちょ、もう一回だな、これ悔しいわ。なるほどね。もうちょっと大きく切りに行かなきゃいけないパターンなのかな、これは。ここ切り込み入れて、で、救助して、で、それでここ切り込み入れれば一気にドカンといくんじゃない。よし、オッケー。まずはね、一気に切りに行きましょう、今回はね。時間止めて。今回人助けに行かなくていいかな。やめよう、助けに行くの。ちょっと余裕がないわ。ごめんね、ちょっと、時間ねえんだ。うい。残虐ながら、でも仕方がない。生き残るためだ。行きます。硬いところを一気に切る。届け、届け。よし。
よかった、助かった。ここも切っておこう。あーて、時間停止がある。時間停止ってか、これをストッチ。うい。これがあるだけでだいぶ助かりますよ。これで、SOS し、助けて、これ、アイテム。これのやつは取っておこう。拾うか、一気に。うおっ、どうだ、どうだ、持つか、これ。ちょっと足りないか。どうだ、よし、いった、オッケー。転換重、よっしゃ、結構持つ。あと40秒近くは、動けないな。もう、この際もう、救出とか考えない方が正解かもしれない、今回の場合、限って。あ、ダメだ、くっそ。ここ切っておかないと。ここ、よいしょ。切り込み入れて、出だ。で、ここ繋げて。よくも、まあ、直してくれたもんだよ、こんな。よいしょ。オッケー。残り2000トン。時間も結構余裕あるな、あと30秒ぐらいは。で、お前たちも落ちろと。残り 13%。よし。あ、ダメだ。硬いところがあるのは嫌だ。よいしょ。あと 7%。あ、大丈夫だ。よかった、よかった。行くぜ。トウ。えい、あ、下に落ちる、マジか。あ、やばいやばい、間に合わないかも。んーと、よっしゃ、オッケー。あと 1%。あ、待って、危ない、ガード。これでいこう。どうだ、よっしゃー。最後、ミサイルでやっとったぜ。ミサイルじゃねえ、ボムで。ボム、助からない、いざというとき。もう、後がないっていうときは、いざというとき、使いましょう。オッケー、大成功。危ねえ。焦ったー。よし。これで戦艦、自分たちで戦艦、これで操れるようになったっていうのは正直言ってかなりの進歩なんじゃないかなと思いますけどね。お、なるほど。ここは、その、輸送船の整備工場なのかな。オーライオーライと。オーライオーライオーライ。ストップと。おい。そして、到着いたしました。はい。帰還。一人、戻ったかと。はい。街、お祭りみたいになってるぞ。やりましたね、戦艦大復活。あー、なるほど、ご苦労。これから俺たちも楽になるぞ。そうだよね、今まで命がけでやってきたんだから、アスリたちのおかげだ。でもそのアスリたちを助けたのは俺たちだ。なるほどね、元はといえば最初はもう俺たちのおかげだって。感謝してるよ、おっさん。おっさん呼ばわり。ティトリー、お偉いさんがお呼びだぞ。了解しました、行ってこようか。お偉いさん、いや、これは相当、お、ちょっと宴会的な感じですね。ああ、すごい戦いだよ、アスリ君。何か問題は？問題、ご安心ください。チャージに少しかかるものの破壊力は凄まじいです。これから我々の時代です。素晴らしい。この戦いを終わらせることができそうだな。まあそうだね。戦いなんてない方がいいけど、本来は。では、これからはメイン戦力を本艦とし、戦艦が対応しきれない分を部隊が破壊に当たる。なるほどね。それだいぶ楽になるんじゃない？了解であります。みんなこれを見てくれ。何？おい、結構来てんじゃねえか。この艦の動きはバレたか。かなりの艦が向かってきているようだ。なるほどね。みんな落ち着け、みんな。もはやこちらの力は強大だ。あんな奴ら問題ではないのだ。今までのような守る戦いではないのだ。大丈夫かな。まあ、そのメインウェポンは波動砲で、なんとかカバーできんだったらいいですけどね。星4です。ちょっと一人助けられなかったのは仕方ない。でもまあ時間がなかったんだからね、申し訳ないよ、すいません。さてさてさて、お次がですね、嫌な予感なんだ。硬いところが一切ないな、今回は。ストーリー24、大きすぎる戦い。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。